じゃあ、あの、シーラの兄貴。シーラ。シーラの兄貴。じゃあ、わしから行かしてもらいましょうか。これ、結構俺、節々で思うやつなんですけど、うん、まあ、たまにね、僕変なこと結構するじゃないですか。たまっていうか、まあ、頻繁にやってる。まあ、ずっと変やな。普通の方が珍しい。モラルがないとか、常識がないとか、変人とか言われてますけどね。はい。で、まあ、変なことするじゃないですか。で、その時、たまになんですけど、怒られるんですよ、ちょっと。ちょっと、まあ、やめた方がいいで、みたいな。言うんですよ。で、怒る人に大体共通して言えるのが、うん、俺やからいいけどって言うんですよ。あ、普通にまともな話か。そう。で、でもね、俺やからいいけどってつける人、大体良くないんですよ。あ、なるほど。あ、いや、そのこういうのがサブスタンスや、ほんまに。それ本来、うん、俺やからいいけどって言うんやめてもらっていいっすか。俺やからいいけど、俺がなかったらブチ切れてんでって。そうそうそう、ちょ、お前キレてるやんっていう。お前もうキレてますやん、あんたがっていう話。だからそれはなんやろな、ちょっと慰めのつもりで言ってんのかな。いや、俺は怒ってないよみたいな、お前は、俺は寄り添ってあげてる立場やでみたいな感じで出してくるんですけど、うん、怒ってますよって、うんうん、全然怒ってるな、うん、そうだな、まあ、そう、怒られてるお前が、うん、こいつ怒ってるって思ってるならそれは怒ってんねやろな、うん、それは怒ってるね、まあ、それはもう感じ方によるよな、うん、それを言う人は何がしたんやろそんなこと言うやつおる、うん、いや、おらんかな、じゃあ思わせろ結構言うんよ。あ、職場とかで。うん。あ、職場とかで。え、私だったらええけど、私だからええけどみたいな。いや、他にはやめときや、みたいな。おぉ、言うんやけどさ。いや、なんか、怒るんやん、うん、私。まあ、そうやな。うん、怒ってないんだ。だからさ、なんか一般的に、うん、まあ、こいつのこの行動はやばいなっていう時に、もう私は別に気にせんからいいけど、なるほどな。感じ。まあでもその一般的にはその行動は怒られてるよっていうのは教えてもらっといて損はないんじゃない。まあ確かにそうですね。お前もう本気でそのそいつに良くなってほしいと思って言ってる、すごいな。それに関してじゃあそういう行動取られたとしてもいらんとしたら目音漫才すな、うるさいうるさい。それ言われたとしてもなんかそういうそれあかんでって思う行動を取られたとしても、うん、ムカついたりはせえへんの。ほんまに怒った時言わへんの、うん、逆に。あ、いけや、まあ、怒る人はね、ほんまに怒る、ほんまに怒らんと怒ってる時言わへんよな、怒らん人って、うん、ほんまに怒っとるよ、ほんまに黙ってるで、うん、そう、最近よく怒られるけどね、うん、いや、ほんまに怒ってないから、ね、怒ってない、怒ってるわけないやろっていう、まあ、でも、ここで起きてること大体ノリやからな、うん、またお前そんなことトークンしたら水島いじめられてる。最近のよく、まあ、そんないじめられてるんやったら住んでないから、それは大丈夫や。なんかね、ケイ君のパンツ履いたりしためっちゃ怒られるんやん。おかしいやん。ほんまにやばい。俺やからええけど。あ、それは言ったわ。俺やからええ。じゃあそれはでも俺やからええけど、スタジオのパンツ履いたらもう怒られるねとは言った。あ、そうそう。事実や。あ、そう、そういうテンション、そういうテンション。まあだから俺一方、多分真逆ぐらいすぐ怒る人やから。なんやろ、怒るとき1から10まであんま変わらんのよな。俺もせやかすみたいな感じやな。誰に向けて言ってるの。誰向け。一人でわめいてるよ、大体。何それ。だけど、まあまあまあ、だからなんやろ、うん、だからその、ようわからんそれを、なんていう、うん、ほんまに怒ってんのにそれ言ってる人。いや、まあ確かにアキさんは、ああ他でやめときゃ、まあ本心で言ってんのやろなってわかるんすよね。いや、ほんまに怒ってるのにそれ言うのはマジでわからん、うん、そう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 、そうそうやろ、その案がわからんっていう話な、うん、まあまあでも俺ほんまに怒ってるかどうかはわからんけど、いや、怒ってるわけないやろ確実にあなたはいいと思ってないですよね。でもそれ仕事場とかでの話やろ。あ、いや、私生活でもあるよ、結構。なんで標準語やってる、うん、結構私生活でもあるよ。あるんや、うん、本当に。いや、うん、でもそれさ、別に難しいな、俺やからええけどって言うんやったらさ、うん、言わんでええやんってなるよな、お前やから、こっちもお前やからやってんねんみたいな。だからこっちもこっちで人選んでやっとんじゃんっていう、まあ言い方、逆に言い返しもできるよ。切れていくスタンス、逆切れのスタンス。それ言うやったらそうやんな、うん、だから俺も、俺やからええけどって思ってるから、うん、もう言わん。そうや、あ、それは俺、何も言わんもん。やめた方がええで、だからその、ほんまに、うん、
そうやんな。何に対しても何も言わんかった。だから俺1でもムカついたらすぐ怒るやんか、うん、だからそれはむしろ俺やからええけどは絶対言わへんし、うんうんうん、むしろ俺やからあかんねみたいな。こいつはもう自分本位で怒ってんなって絶対分かんないし周りの人がどうとかあんま考えない。そうそうそう、まあ、この家が暮らしやすくするために怒ってるわけではなく、うん、俺が嫌やから怒ってるわけ。これはもうそう、うん、もう自分で茶がぶっ放してるわけ、うん、だからまあ普通にその人がまあそいつの行動に対してムカついてんのか、まあその人がムカついてないけどそいつの今後のことを考えてなんか言ってくれてるのかみたいなとこに分かれんのかな。はい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 、ほんまに怒ったらもう何も喋らんくなるし、もう一緒無視や、無視やな。うちにしても言われてるうちが花みたいな話だったからね。いや本当でもまあ言っていただいてる分にはすごい、あの僕もありがたいんで、はい、そうやね。まあでも俺やからいいけど、まあでもまあでもその何やろうな、そのちょっと生きられてる感じ腹立つな。どういうことやねん。分かる分かる。そのちょっと生きられてる感じがもう俺はええけど、うん、だからそれほんまにそれ言う必要あったんっていう。俺すごいでちょっとみたいなの出したいだけちゃうのって思ったりもするよね。青木さん、はい、青木さん。いやけどもまあ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 、そのほんまに良くなってほしいと思ってるやったらそれは違うけどね、うん、まあ職場やからね、まあ、職場やから、うん、そうやな。プライベートでは言っとかやな、まあ、言わなあかんことは言わんから、うん、言わなあかんから、うん、ほんまに別に気にせんもんだって、うん、気にせんから言ってない、うん、どうしたらいいんやろな、うん、どうしたらいいと思う。どうしようか。え、でもそれちょっと言うたとき、うん、なんか交互しや、まあまあ私やからいいけど、うん、他の人に言ったらやったらもうブチ切られんでって言ってるときさ、うん、ちょっと気持ちやろ。いや、ああどうやろな。いやでも仕事でやったらめっちゃそれありがたいと思うで、うん、まあ、もしそれもさ、まあ、立場が上やから怖い上司にもしそれを言っとったらめちゃくちゃ怒られたらわけやろ、うんうん、それをたまたま安易に言ったからセーフやっただけで、なるほど、難しいね。職場では俺なんか言われたよ、うん、言われた、あ俺やからいいけど、うん、その子のこともそう、その子のこともそれはほんまにありがたかった、ありがたかった、うん、いや高橋君さ、いや俺やからまだええけどあの先輩には言っちゃあかんで、あそうそうそう、だからそれのことも知ってるし他の人も知ってるから、じゃあ難しいねそれ、まあ、じゃあ結構まともなパターンが多いんか、人によりけりなんかもね、怒られへんための攻略法とかやったらよくバイトとかで俺やってたな、それ、うん、怒りっぽい、あのこういうの注意してくる先輩おるから、うん、これ、まあ、これだけやっとったら怒られへんから、あ先に言うからね、そう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 、それはあれ、そうやんな、まあ、俺 もう怒られてんの見るのめんどくさいから、もうなあ、能力つみたいなの俺も言われたりしたらもうだるいからさ、うん、でもさ、でもさ、それ言うやんか、私やから怒らへんけどあかんでって言ったことをさ、うん、もう一回やってたらさ、怒るやろ、怒る、あ、それはな、じゃあもう結局怒ってることやんな、それさ、怒ってことやんな、それ、うん、そうそうそう、結局私やからよくないんやろ、うん、結局それは、うんうん、なんかでも怒られてませんやん、それなんか自分はちょっとマシな立場で降りたいみたいな自分ちょっと優しい感出してない、まあ、ちょっと魂胆見えてるんじゃないですか、保険かけてるんですかね、保険かけてるかも、保険かけてるかも、言い方悪いですけどね、いや、そういう人は言ってそう、おるよ絶対、うん、多分、ただまあ1個言いたいのがさ、うん、まあ俺に鼻くそつけたやんか、まあ俺やからいいけどしまった、だからもう一回つけても大丈夫、俺もお前やからやっとんのよっていうことになる感じで、じゃあお前ほんまにミスって焦ってたそれは焦ってたよ、俺もなんかノリでつけたと思ったらほんまに本物の鼻くそ、しかもあの夏やってな、半ズボンやってほんまに太ももについた、俺もミスミス、おおごめんごめんごめん、そんなにおもろかったら何でもええんやったな、関西じゃそういうとこありますよね。ありますね。ということでね、あの言葉の言い回しには気をつけた方がいいですよ、ね。難しいですね。難しいですね。